ガウチョガウチョアルンゼンチンにおけるガウチョ。マテチャオのミギターを弾くガウチョ。ガウチョは、アルゼンチン、ウルグアイ、ブラジル南部のパンパやアンデス山脈東部に17世紀から19世紀にかけて居住し、主として牧畜に従事していた、スペイン人と先住民その他との根血住民である。ウルグアイでは、ガウチョ、ブラジルでは、ガウショという発音が、より近くなる。ガウチョは、 グアラニー語の古事や放浪者を指した言葉が語源とされるが、マプーチ族の言葉で友達を表していたという説や、南ブラジルの方言で牛殺しを表していたとも言われている。ガウチョももともとはペルー方面からラプラタ地方の開拓にやってきたスペイン人の農業移民だったようだが、インディオとの構想の中で次第に農業を忘れ、19世紀の後半に ラプラタ地域全体で1500万頭から2000万頭いたと、されるほど大繁殖した野生の牛や馬を追って、生計を立てるようになっていた。このようにして、ラプラタで生まれたガウチョは1680年のコロニアデルサクラメント建設から始まったバンダオリエンタルをめぐるスペイン、ポルトガルとの構想の中で次第に、南ブラジルにも伝播し、現在のリオングランデドする州を中心とする範囲では、 ポルトガル語でガウーショと呼ばれるようになった。さながらアメリカ合衆国のカウボーイと似ているとも言える。スペイン人と先住民、その他との根血が多くなっていった。ブエノスアイレスやモンテビデオの商人に輸出用の牛や馬の比較や肉をおろしていた。都市の知識人の印象は悪く、今ではアルゼンチン人、ウルグアイ人のアイデンティティとなっている言葉も、 17世紀から18世紀にかけてはむしろ仮想階級の不老者などの人間をネガティブに刺したものだった。こうした存在には黒人なども含まれていたという。19世紀に入るとガウチョは各地のカウディジョに引きられて1806年、1807年にブエノスアイレスに攻めてきたイギリス軍を破り、武芸の達人としての能力を買われてアルゼンチン、ウルグアイ、 ブラジルの独立戦争と内戦に従軍した。アルゼンチンの歴史家、マルチニアモレギサモンは、自らの住むランチョにその採取を残し、給料も衣服ももらうでもなく、時にはわずかに許された悪臭とでも言うべき地酒、タバコ、マテ茶にも見切りをつけ、新軍ラッパと共に視線を越え、固い誇りを持って、旗の下に死ぬ覚悟を持ち、自らを、おもと頼む者には一切、 掛けねなしに信頼し、白兵戦ともなれば第一番に敵陣に乗り込む、これがガウチョであると記している。アルゼンチンでは、自らも牧場主であり、若い頃からガウチョに囲まれて、ガウチョ同然の生活をしていたブエノスアイレス州、知事ファン・マヌエル・デロサスの時代に、最も優遇され、国内の中央集権派やイギリス、フランスとの戦いで活躍した。 チャールズ・ダーウィンが1833年に荒野の討伐作戦でパンパのインディオを討伐するロサスの軍隊を見たときはインディオと戦う英雄としてロサス将軍を賛美しながらも根血者や黒人ばかりでありこんな悪感然として盗賊風の軍隊は前代未聞であるガウチョと農民たちは都会に住む人間たちよりもずっと人間が上だガウチョはいつも気前がく親切で 客ををもててなす精神を持っている、無礼なものや不親切なものは見たことがない自分と自分の国について話す時には非常に謙虚だが同時に無鉄砲で勇敢でもあると記している1852年の火星ロスの戦いによりアルゼンチンでロサスの時代が終わって1862年に自由主義者 バルトロメ・ミトレ主導で全アルゼンチンが統一され、アルゼンチン共和国が成立すると、それまでのカウディ女政治への反動と、西欧への盲目的な信歩により1868年に、アルゼンチン大統領に就任した、ドミンゴ・ファウスティーノ・サルミエントに代表される、自由主義知識人はガウチョウ、根性曲がりの日本足の動物と呼び、スペイン的な遅れたもの、野蛮なものの見本のように扱いけギラーした。 1878年から開始されたフリをアルヘンティのロカの砂漠の開拓作戦に代表されるパンパ南部パタゴニアでの主にマップウチェ族をはじめとする一連の狩猟インディオとの戦いではガウチョは先住民の駆逐殺戮のために徴兵されニコラス・アベジャネーダ大統領に代表される アルゼンチンの自由主義者は共に近代化の障壁と、みなしたガウチョとインディオを脅し打ちさせた。その後のヨーロッパ移民のアルゼンチンへの大規模な入植による牧畜業の発展、所有地の確定と有志鉄線の導入などにより、パンパが細分され、自由に行き来できなくなる空間になると、ほぼ消滅した。八百十九年に、連邦同盟のホセ・アルティガスと共に戦った。 軍人だったゲンウルグアイ出身のバルトルメイダル号がアルティガスらの独立運動の失敗が新しい国家を国民の求めるものにできなかったブエノスアイレスの加藤支配層の考え方にあると考えガウチョをそれまで見られていたような不老者ではなく古いヨーロッパに抵抗して新しいアイデンティティを求める新しい国家の精神を反映する存在として描く斬新なガウチョ文学を開始した サルミエントに代表される自由主義知識人はガウチョをスペイン的な遅れたもの、野蛮なものの見本のように扱いけ嫌いしたが、大衆の申請に訴えたガウチョ文学は、その後アルゼンチンの作家ホセエルナンデスの女子誌、マルティン・フィエロなどによって完成され、その独特な文化や精神性を歌い、アルゼンチンの国民文学となった。20世紀に入ると、 東欧系のユダヤ移民がアルゼンチンに同化する様子を描いたユダヤ人のガウチョなどの作品も生まれた。この作品は発表された当時は前向きに受け止められたが20世紀後半に映画化されるとなった時にアルゼンチン人の反ユダヤ主義の猛攻撃を受けることになった。ユダヤ人がアルゼンチンの誇るガウチョであってはならないというのがその理由だった。19世紀後半以降 職業、社会階層としてのガウチョは消滅したが、それでも現在のアルゼンチン人、ウルグアイ人と、ブラジル南部のリオグランデドスル州の住民が誇りを込めてガウチョを自称する。アルゼンチンで、とてもガウチョだといえば、寛大で他人のために自己犠牲を惜しまない人のことになるし、ガウチョらしく振る舞うといえば、自己を犠牲にしても他人のために尽くす人という意味になり、 ガウチョの言葉といえば、それは、武士の一言を意味する。旅行者や在住者がしばしば口にする、アルゼンチンとウルグアイにおける強烈な個人主義は、ガウチョから来ているとも言われる。単語の楽曲に、ガウチョの嘆きがあり、強い人を抱くガウチョが登場する歌詞がついてある。なお職業としての牛飼いは、バケロ、牛飼いに限らず、農業に従事する雇い人は、ペオンと呼ばれる。 日本では2016年頃から若い女性を中心にガウチョパンツが流行し始めた。本来のガウチョとはかなり異なるが、キュロットスカートに似て、足の短さや太さをカバーできる上に動きやすくやや、可愛いということが受けているとされる。ガウチョパンツからコトバンク。ありがとうございます。